こずんど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 こカルチャンネルカルタです。さあお久しぶりです。今日は2月の24、昨日はね喜び座より代表勝つことらの代表が来てくれて大いに盛り上げてくれました。で18日は喜び座座長不動大和座長が来てくれて共に盛り上げてくれました。昨日今日明日と新海桐生くんが来てくれております。いやー楽しい舞台になりそうです。今日のお芝居はなんとならなんと裸道中、イエーイ、裸道中というお芝居です。今月ここに来てね、お稽古をしたんですけど、なかなかいつやろういつやろうってしてる間にゲストさんとかいろいろ来ていただいて、であじゃあいつになるかなみたいな、うん、そんな感じで今日になりました。見てください。劇団大座では新作狂言の一つでございます。今から、頑張ります。私が、勝五郎、小川の勝五郎、そして座長が清水の次郎長という感じでございます。一生懸命頑張りますので、どうぞお付き合いいただきたいと思います。では行ってみよう。俺さ本日の役ぶれ、僕が小川の勝五郎という役です。そしてアゲハちゃんがじゃん森の石松、はい、頑張ってくださいね。頑張ります。頑張ってよ。頑張ります。すごい役よこの森の石松は、はい、一番盛り上げるハードな役ですよ。頑張ってください。頑張ります。ほのかちゃん、はい、ほのかちゃんこっち見て、はい、今日は何の役ですか。コマサです。お、コマサ、いいね。コマサだね。はい。コマサだ。頑張ってください。はい、頑張ります。そして、キアラちゃんは、はい。今日は何の役ですか。仕出しです。仕出しの、仕出しというよりも、あれですよ。借金取りですよ。借金取り。いいね。金貸しとるんですよ、私。金貸しとんですか。はい。頑張って取り立ててください。はい。お願いします。そして、黒龍くん。おはようございます。はい。今日は、はい。女方ですか。そうです。おお、役どころは女房です。女房の、はい、僕の女房のおみきちゃん。そうです。初めてですよ。初めて、役者人生初めてです。いいですね。おみきっぽいですね。オッケー、頑張ってください。ありがとうございます。はい。そんな感じで、いろんな役がねあるわけでございますよ。そして今日新海桐生くんは大政という役どころ。そして、あ、ございます。新海桐生くんです。ございます。本日は大政で、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。お願いします。そして座長です。本日の役どころは次郎長です。お、次郎長、いいですね。お願いします。次郎長です。頑張ります。頑張ってください。はい、はい。次郎長役が座長でございます。そして私が先ほども言いましたが、小川の勝五郎という感じで行きたいと思います。では今からお芝居始まります。どうなるか行ってみよう。始まりました。分かってるわ、私も大変なの十二分に分かってるのよ。あのね、おみきさんのところも、そうね、私だって生活があるのよ。早くお金返して。借金取りが来てます。おきみじゃない、おみき、おみきですよ。一生のお願い、二生とは申しません。きっと参上しますよと師匠らしいことも言うゆえに、五生のためにもなるかと思い貸してやったら、あなここなくそったれ。ろくでなしですよ。ろくでなし、七八置いても払いすませ、あなここなくそったれ。ここでちょっと物音を立ててみようかな。台本にはないことをやってしまいます。どんな反応するか。ちょっと暖かくなってきたじゃないの。だからネズミがちょろちょろしてるのよ。本当そうなのよ。うちの人じゃないから心配しないで。ネズミ、ネズミ、ネズミ、ネズミね。そうそうそう、分かった。帰ってきたらね。拍手。あれっと
勝五郎さんじゃないの？いやいや違うわよ、あれ隣の家の人なのよ。私ですけど、私ですけど、なんでか知らないけどね、うちの方に向かってくしゃみばっかりするんだよ。そうだったの？困ったもんでしょ。本当ね。そうだよ、うちの人じゃないから安心しておくれ。何の音？これは。すまないね、いや今日ちょっと朝からお腹の調子が悪くて、私ですか。ごめんなさいね。みんなうまく合わせてくれます。すべてアドリブでどんな反応するか見てるだけです。ほほほいほほほい、私はここにいます。ここにいますよ。はあ、芝居は序幕終わりまして、今から2つ目バレなんですけど、もうカメラマンがいないからね、芝居の状況映せないんですけど、盛り上がって楽しんでます。じゃあ次バレ行ってきます。はい、ということで、いたずらばっかりやっちゃいました。それでもね、急なアドリブでもみんなが合わせてくれて、今回やったんですけど、まあお客様にも喜んでいただけたと、そう思っております。楽しいお芝居ができました。まあその日はそれで終わったんですけど、まあその前があるんです。ごめんなさい、舞踊賞取れたかな、舞踊賞、あ、この日舞踊賞取れなかった。お芝居ももう僕が舞台に出てしまったらカメラを回す人がいないので、ちょっとカメラ、お芝居もどんな内容かはちょっと映さなかったんですけど、この前に僕ちょっと宣伝したいことがあって行ったところがあるんです。そこの映像をちょっと見ていただきましょう。では VTR どうぞ。ズンドコズンドコカルチャンネルです。今日はね、みんなに見せたいものがあるんですよ。ね、ここ木川劇場、来たことある人は分かると思うんですけど、美味しいたこ焼き屋さんがあるんですよね。それをちょっと今日は皆様にご紹介したいと思います。じゃあちょっと行きましょう。劇場を出てすぐ右にあるんですね。ちょっと行きましょうか。おはようございます。ちょっと行きましょうか。おはようございます。はい、沢村アゲハさん。あ、はい、大丈夫ですか、ね、あ、大丈夫です。サンキュー。着払い？いや、じゃないですよ。サインだけください。はい、はい、はい、どうも、はい、ありがとうございます。先に失礼します。たこ焼きをさ、買いに行くのにな、沢村アゲハさん。あ、タペストリーですね。なんなんだよ。置いとくよ。じゃあ、たこ焼き行こう。一回は絶対食べてもらいたいんですよ。お客様はよく木川劇場に感激に来られたら絶対ここなんです。ご苦労様です。どうも、おきにどうもです。ここがね、木川劇場、ここが木川劇場です。もうお客様も並んでね、今から開演しようかなっていう感じで、その前にこちらです。おはようございます。おはようございます。いいですか、いつものいつものやつを。たこ焼きですよ。たこ焼き皆さんやからね、ここたこ焼き。10個入りを、はい、3つ、はい、醤油と、うん、お前何がいい。あ、ソースです。ソース2つ、ソース1つと醤油2つ。寒いよね、こう寒くなった時期はね。でもこのたこ焼きで温まるんですよ、ね。ありがとうございます。海苔やめとこうか。あ、うん、海苔やめとこうか。カツオかけるか。はい、カツオかけてください。やっぱりこれですよ、このたこ焼き。朝一番にたこ焼き食べて、舞台頑張ろうっていう気に、ね、なるんですよ。で、お客様も食べていただいて、体をちょっとポカポカして木川劇場でお芝居を見ていただくというね。本当にええもんよ、これ。もう長いよね。もうね、60年ぐらい。60年、聞いた、60年よ。
母からやってたんで。あ、母の代から、うん、すごいなでもこういうね、あの昔のこのなんていうかな、あのたこ焼き屋さんとかそっちにね、駄菓子屋さん今日やってないね、駄菓子屋さんがあるんですよ。だから小学生とか学生さんとかがまかよく通って、まあ、たこ焼き食べたり買ったりね、駄菓子を買ったり、なんか人情温まる街並みですよ。でこうしてお芝居大衆演劇があってめちゃんこいですね。あ、できた、ありがとうございます。はい、値段ちょっと見てください。5個で100円、10個で200円、ね、15個で300円、20個で200円、安いやろ。もうこれすごい安いやろ。とりあえず皆さんも一度は氷川劇場に来た、その時にはこのたこ焼き屋さん、これ名前なんていうの、たこ焼き屋さんっていう、たこ焼き屋さん、名前別に何もないでもやっぱたこ焼き屋さんで通じるもんね。あの劇場の隣のたこ焼き屋とか言うたら分かるよね。それじゃあ皆さん、劇場の隣のたこ焼き屋ぜひ来てください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと今ね、たこ焼きを買いに行ったでしょ。で、3つ買ったんですよ。600円、小銭が600円しかなくて3つ買ったんですけど、みんなにたこ焼きいる人って聞いて、みんなにたこ焼きをあげたら自分のたこ焼きがなくなったんで、また買いに行きます。ごめんなさい、たこ焼きみんなにあげたら俺のたこ焼きがなくなった。いいよいいよ、待っとくよ。たこ焼きを、2つください、はい、たこ焼き2つだったら最初から20個入りを買ったらいいんじゃねと思った人はチャンネル登録、高評価よろしく。ずんどこお願いします。